はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。えー、今回は東京都の経理の正社員2年目24歳の方の給与明細です。最終学歴が大卒で、仕事内容が請求書、えー、管理発行、領収書発行、仕入れ管理、給与や保険の管理や計算、資金管理、雑務。必要な資格やスキルが、簿、え、記、ー、とコミュニケーション能力、電話対応スキル、 勤務時間が1日8時間、えー、決算機のみ残業20時間ほど、収入が月収25万、年収300万、ボーナス50万、経理をやりたい家庭のアドバイスとしては、えー、資格を取ることだと思います。給与明細で、えー、基本99万9600円、職務手当5万400円、えー、年末調整で返ってきたお金が1万8284円で、えー、通勤手当ついて、総支給が 28万円そこから控除引かれて手取りが24万2281円となっています、えー、今回は経理をしている方の給与明細でしたまあ、えー、経理は事務系でも、まあ、資格とかが得る仕事なんで、まあ、ただの事務職の方よりはやっぱり給料は良くなってます、えーまあ、手取りも24万と、まあ、年末調整で返ってきた分もあるんですけど 毎月20万くらい超えているので、えー、まあ全然悪くない給料だと思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。